やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。おいしいご飯が食べれると聞いたのがやってまいりました。どうぞ。はい、今日のメニューは、今日のメニューはですね、はい、オムライスを作っていこうかな。あー、ありがとうございます。俺の大好物だ。サイドメニューだったりあったりするのかな。はい、ほうれん草のおおひたし。ほうれん草のおひたし。なんか骨にいいらしいです。なるまずちょっとドリンクかもらおうかな。ドリンク、さあ何がありますかね。そうですね、まあチャイする。チャイするじゃん。まあ次に次しますね。オッケー。ありがとう。じゃあまずどっちから作るのかな。そうですね、おひたしの方から。わかりました。ゆっくりどうぞ。はい、わかりました。はい。慣れないんで。配信も。配信もそうだ。トレードしてくるって言ったのにさ、配信しながら料理すると思わないわ。ああ、思わなかった。料理経験はちょっとおさらいするけど、お昼の配信は向いてなかった人のために、マツタさんと同じ回数ぐらいはやります。俺と同じ回数って言うと10回言ってないけど、はい、5回ぐらいだけど。5回ぐらいですね。5回ぐらいな、そっちも。今日の料理に関しては俺はな、厳正な審査をいたします。はい、なるほど。これね、やはり今後奴隷として正式採用するかっていうところあるんで、はい、料理は大切な判断基準となります。よろしくお願いいたします。まあ、うちにはもともとグラスがなかったから、この一芸のために今グラスを買ってきましたね。ちょっと手元とか映すとさすがに緊張しちゃうと思うから、手元は映さずに。うわっうわっって言ったけど、おい大丈夫か。今のところ判明してるだけで買い忘れはどんぐらいあるの。何がですか。買い忘れ。買い忘れ。うん、買い忘れ。あー、何忘れたっけ。かつお節は忘れましたね。まずかつお節忘れました。あ、もう大丈夫、問題ない。あ、ちょっと待ってください、ご飯ってありますよね。あ、何言ってんの。お前何言ってんの。このノリやりましたよ。いや、お前な、俺んちご飯あるはずないじゃん。お前さすがにもうあると思ってました。ジャス、何そこにさ、うん、コンビニがあるよ、うん、ご飯がないとさ。なご飯がないと。ご飯がないと。そういや、これはどっちも悪いし、どっちも意味が分かんないよ、お前。やば、お前は？どうしよう、こいつやばい、お前やばいな、やっぱ。じゃあ俺買ってくるわ。ちょっと待って、一人にするんすか。黙々と作業しといて。はい、わかりました。俺ご飯買ってくるから、今から。なんだこの話、見やがんねー。今はほうれん草のおひたしを作ってます。ちなみに初めて作りますね。本日のメインディッシュがオムライスで、まあ、オムライスもまあ成功したことはないけど、まあなんとかなると思います。あれ、なさいませ。クソ、走ったぞ。え、ちょっと後ろ買ってきなかったな。あ、マジ。あ、忘れてた。大丈夫です、大丈夫です。僕一人じゃトークが別にトークなんてせなくちゃって。俺の料理よりかは多分ある程度、まあね、常識人ではあるんで一応。サさんの料理も美味しそうでしたね。あ、でしょ。全然美味しそう。唯一まずかったのがジャスが来た時のやつだもん。シャキシャキだっけ。おひたしって思ったことを全部口に出すな。料理人っていうのはな。あ、でも栄養なんで、これは間違いない、間違いない。オムライスが美味しければいいっすよね。いや、そんなこと。プライムバンドのさん、サブスクライブ5月目いただきます。米津玄師、本物さん、ああ、ありがとうございます。来てくれてたんだ。お土産も買ってきてくれたよね。はい、これもうくまモンってさ、ピッチすぎてどこにも出てるからさ、熊本のキャラってこと忘れてたわ。俺これ見て思ったら、くまモンってさ、熊本かと思って。めちゃめちゃピッチなよな。ピッ
チって初めて聞いた。お前ちょっと写真撮るためにちょっとカメラ起動せえっつってさ、 LINE 見たらさ、母さんからお前大学行けよって怒られてな。お酒はどうなの？あ、全然行きますよ。問題なし？はい。ベロッベロになるとかない？お前なんか、まあ、なってもぶん殴りとかない？あ、大丈夫です、大丈夫です。弱いんでね。そうなんだ。寝るすぐ。あ、まあ、寝る。言ってもこんな話してるけど、だって会ってからまだ7時間経ってないからね。え、そんなですか？まだそうだよ。そっか。まあそれぐらいか。感覚がまいってるけど。まだ7時間で何もない、本当に。我が家だって料理器具全部ほこりかぶってたから。洗ってたんだ、さっき全部。え、全部洗いました。でもさ、本当にお前がさ住み込むってなったらいよいよ彼女できないね、マジで。早くないっすか？まあいいか、お前で。かわいい、かわいい、全てをやれ。なんか、まあ、なんかあるならどっか行きますよ。なんかその日だけは。あ、分かった、そう、そういう日があったら気を利かせてくれるか。お前はほんと採用だ。採用だ。あ、そうだ、ジャスサンチ行けばいいや、その日は。あ、そうしよう、そうしよう、その日はジャスサンチに、はい、もうぶち込むわ。ジャス預かってっつって。犬やん、お前。子犬やん、扱いが。ジャス今日ちょっと用事あるから預かってよ。え、ジャスか、え、タンパラだな、えー、誰、えー、でも誰が一番配信見たっけ？シャルさんっす。見てて、これ、これ、これ、え、できてる、これ、違う、やってます。なるほど、なるほど、オッケー。入れていいのかな、こういうのって。分かんない、中は大丈夫なのか。じゃあ、オムライスに取り掛かりますね。お、ついに行きましたか。はい、オムライス、ありがとうございます。んだよ、楽しみだ、マジオムライス。これだけは失敗するわけねえから。そう、マジでメインディッシュ。すみません、ちょっかりいいですか。あ、はい、なんすか、これ、ある、あ、いや、浅草行くとね、売ってんだよ。これ行ってみよう。ちょっと飲んでみる。ロックなの？ロックらしい。まあ、それとわかんねえだよ。飲めばわかりますね。こっちいいですか？うん。え、ありがとう。お、まあまあまあ。いける？いけるか。あ、なんかあれだ、ベロベロにさせて、なんか金品盗んで逃げる気だ、やっぱ。やっぱそうだね、この量で分かった。なんかちょっと隠しとこう。じゃあ僕も飲みましょうか。あ、やめて。お前ミス作ってんか。いや、飲みましょう。やばい、やばい、これ、こいつはこっちで飲んだ方がいいか。うわー、濃い、俺でも濃い。ショットグラスとかないんすか？もうさぁ、どこなんだよ。うわっ、ほんと俺に頼ってるな、お前。鶏肉、鶏肉容器は真っ逆さになったぞ、今。お前台所にべちゃーって、鶏肉べちゃーってなってたけど。でもそういえばさ、そう、昼の奴隷配信が終わってからさ、はい、DM で奴隷規模が10件ぐらい来たってよ。ライバル多いぞ。俺の方がやれるっていう、すごい長文の DM がたくさん届きました。いや、間違いなく俺よりできるやつはたくさんいると思います。めちゃめちゃ届いてて、一つ読み上げようか。まあ、一つ目、26歳、男性、京都出身、お手伝い奴隷、立候補させてください。いろんな会社に就職しましたが、どうも私は社会人不適合のようです。なので、生きていくためにお手伝い奴隷になるしかないと思います。もう、選択肢が閉ざされちゃってね。顔出しもいけます。何でもいけます。でも、お金ないです。アピールポイント。家事全般できます。運転できます。動植物の面倒見れます。機械に強いです。運動好きです。ルルもバラもやります。フォトショップ使います。小柄なので邪魔にならないです。という方から、応募いただきました。そっちの方がいいかもしれないです、ね。ありがとうございます。フォトショップ使えるのは強いな。性格は陽より、陽よりは明らかにいいんです。通話をするだけで分かるレベルだと思います。ですが、人への気配り、特に相談に、乗った
しぶりにお酒飲んだから。ちょっとお前一回水飲め。お前一回水飲め。オムライスできた3時間後になるから早く水飲め。これ教えてほしいんですけど、大さじ 1g って何 g ですか。ちょっと水内に聞いて俺もわかんないから。大さじ 1g じゃねえ、大さじ1って何 g ですか。大さじ1って何 g だって。15って言ってるけど、何15ってこと。15g らしいけど、それはわかんの。大さじ1が 15g ですね。了解です。15cc らしいですね。ありがとうございます。本当助かります。あっちょっとマジごめんなさい。僕の予定に飲む予定はなかった。ちょっと本当にごめんなさい。これこうやってさ、グラス持ってんだわ。こうやってさ、ケチャップを入れるのギューって。ね、酔ってるからさ、ここがブレでさ、指にペンでブチャーってかかったの、ここに。ここに。それって全部入れたから、こうやって。こうやって。ちょっとマジで本当に酔う予定なかったんです、僕。チャーハンかオムライスか、決まるその、分岐点は卵になるから。そうですね。卵で勝負よ。一回作った時は、味は美味しかったです。じゃ崩れましたけど。まあでもそれでも全然味が美味しければ全然。もう本当丸パクリなんですけど僕のあれなんて。それでもいいよ。申し訳ありません。あでもどれいいんじゃねえか。いい感じよ。悪くないよ。すごいどうぞ。はいはい、ドライのオムライスです。オムライスです。これはすごくない。おいマジか、お前ちゃんとできたやん。でこっから、ケチャップを、これはよくできてるわ。ケチャップ彩ってあげて。はい、何で書こうかな。できました。はい、どれが作るスターハートオムライスでいただいてもよろしいでしょうか。どうぞ。もいただきます。マジっすか。いいね、うまい。やった、いいね。めちゃくちゃ嬉しい。おいしい、おいしいぞ。僕ほんと料理人に作ったの初めてで、ね、おいしい。マジっすか、めっちゃ嬉しいっす。マジうまい。マジっすか、うん、めっちゃ嬉しい。マジうまい。ほんと初めて作ったんで人に。ありがとうございます。嬉しいな。うんま、これはうまい。全然美味しいよ。ケチャップの量も最適。やった。もうはい、ひたしです。ちょっとマジでほうれん草と醤油だけなんすけど。めっちゃ入れ。はい、ほうれん草のひたしです。鰹節がないんでね。いただきます。まあそれは健康のためだと思って。栄養としてね。はい、それ食ったら骨治りますよ。でっか、マジで。でかすぎだろ。さあ3歳です。長くないっすか一口。あ、お前がでかいから長いよ。なるほど。うん、もうちょっと小さく切ると。ずっとあるから。なるほど。うん、でもあれかな、一発目だから。そうですね、ちゃんと厳正に審査をした結果、これ3、うん、オッケーっす。今後こうこうご期待。成長の、成長のための3かな、はい、これは。はい、まあそれ骨に。いや、ワンチャンね、ぶっちゃけ。いや、ちょっと物になんなかったら2人でどっかちょっと外食行くかと思ったけど。いや、そんなんじゃない、マジで食えたから。食えた。普通に俺美味しいと思った。美味しい、マジ美味しい。めっちゃ嬉しいな、それ。
はい、完食です。ありがとうございます。めっちゃ美味しかったオムライス。やってみたいことリストみたいなの見せてみたいな、お前スマホのな、ちょっと見せてみよう。お前何かありますっけ。1、スタンビー様の奴隷になる。これはもう完成したな。あー、もうコンプリートっす、ミッションコンプリートっす。2、1ヶ月48時間ゲームマシン。いや、いけると思いますよ、僕。お前舐めてるよ、それは。お前はちょっとまだ飛び込みきれてない。お前舐めてる、それは。いや、無理だぞ。スタさんのお世話しなければ僕いけると思います。いや、お前舐めてるわ、それは舐めてる。3、海外旅行。4、これは普通ですね。料理うまくなる。それは俺の奴隷をしてればうまくなりますね。うまくなるな。向上心は持っていかないとやっぱそう停滞しちゃうんで。その通り。これ気になるね、月面旅行。いや、もうすぐできるようになりますよ、きっと。親孝行、結婚、お金貯めてパーッと使う、キャンプする、筋肉つける。奴隷になる言うて許してくれる親いないっすね。あはははは、そこが高いな。終わった。そこがマジで何高いな。全部こぼしたの自分。もう全部こぼした自分のご飯。ボール真っ逆さまや。